連続蒸留装置の説明を始めたいと思います。テキストでは19ページのところに載っていますので、そちらも参照しながら説明を聞いてください。で、大きく分けて原料の流れと、それから冷却水の流れと、それから加熱源であります蒸気の流れという3つの流れがあるんですけれども、まず一番最初に原料の流れを見ていきたいと思います。まず原液なんですけれども、連続蒸留をかけるための原料を入れるタンクがこちらになります。で、こちらの方に原料を貯めましたら、この原料はこの下のフィードポンプによって連続蒸留棟の方に送られることになります。で、フィードポンプのところに来ますと、送られてきて、まずこの細い線ですね、こちらの方にやってきます。そしてここですね、ここのところに、どれぐらい原料が流れてるかっていうのを見ることができる、流量計がついています。で、原料は下から上に向かって流れて、そして上の方のこの細いパイプに出てきます。で、この時、このガラスの通路の中に、三角形の重りが入っています。で、この重りがですね、下から上に水とメタノールの混合液がずっと上に押し上げられますと、重りも一緒にふわっと浮き上がって、そして今どれぐらい流れているのかっていう流量を知ることができます。で、流量の調節はこちらの調節ネジで合わせるということになります。で、原料はここに来ますとずっとまた下の方に来まして、そしてここに出てきます。で、ここに出てきたら、ここにちょっと細い筒のようなものがあるんですけれども、これがこちらの図でいきますと丸の5番の余熱管というのになります。で、これ何してるかっていうと、こちらがですね、連続蒸留棟の本体なんですけど、この連続蒸留棟の中は、例えば水とメタノールを今蒸留しているとすると、水の沸点は100度ですよね。で、メタノールの沸点は64度になります。その間ぐらいの70何度とかっていうような温度になっています。で、原料を供給するときは、こちらは室温の状態なんですけれども、あらかじめこの塔の中の温度と同じぐらいの温度にして供給してあげると、中の動的平衡状態がずれない、つまりうまく分離されるということになりますので、あらかじめ原料を温めるための余熱管というのがついています。そしてここから上に上がっていきまして、2階のですね、バルブのところから塔の中に原料が供給されていくということになります。で、この塔全部で中に階段がいっぱいついてまして、20段の棚なんですけれども、で、沸点の低いメタノールは上の方にどんどん上がっていって、てっぺんから出てくるという形になります。で、てっぺんからメタノール、あるいはメタノールがたくさん含まれた液体がこう出てきまして、最終的に真ん中の段に製品受け層っていうのがあります。この図でいうと丸の4番のところなんですけれども、そちらの方にたまるようになっています。で、製品受け層にたまったメタノールを多く含んだ蒸留液、これは最終的にここから、ここのバルブをひねってあげるとこう取り出せるという形になっています。それからもう一つ、沸点が高い方の液ですね、つまり今で言えば、水とメタノールを蒸留しているとすると、水を多く含んだ方の液体っていうのはこの下の方の蒸発管のところに多く溜まってくることになります。で、この蒸発管の下のここからですね、ここから出てきて、そしてここが間質液の冷却器になってます。冷却されて
間出液、輸血層というところに溜まっていくという形になります。これがですね、原料の流れになります。つまりもともと分離したい水メタノールの原料を糖に送り込んで、てっぺんの方からはメタノールを多く含んだ液体が出てきて、下の方からは水を多く含んだような液体が出てくると、このようにして分離しています。これが原料の流れになります。それでは今から余熱管で温められた原料がどこから入っていくのかっていうのを2階に上って確認してみたいと思います。じゃあ来てください。さて、ここにバルブが3つありますけれども、このどこかからか原料がこの蒸留棟の中に供給されるということになります。で、ここには9段目って書いてあるんですけれども、これは上から数えて9段目になります。先ほど、段々は、この中に20段あるっていうことをご説明したんですけれども、まあ、そのこともテキストの方に段数ということで20段あるということが書いてます。で、棚と棚の間は15センチ空いてるんですけれども、上から9段目の棚に供給できると、そういうバルブです。こちらは上から13段目の棚に供給できるバルブ、こちらは上から17段目の棚に供給できるバルブということになります。で、各棚にどんな組成の液が溜まっているかっていうのは、こちらにあの水道の蛇口のようなコックがありますけど、ここをひねるとジャーッとこう出てきて確かめることができます。それからこういったところにこう線がついてますけれども、これは何かっていうと温度計になります。で、これ断熱材が巻いてあるんですが、その内側はこういうステンレスの金属の、塔になります。で、そこの表面にこの、センサーがピタッとこうくっついて、そして温度を計測できるようになっています。で、温度はどれだけ計測しているかっていいますと、一番上から一番下まで6箇所で TR の1から TR の6まで6箇所で計測しています。で、こちらがてっぺんから出てきたメタノールを多く含んだ流出液ですね。それを、冷やす冷却器になります。そしてメタノールを多く含んだ液はこの製品受け層というところに溜まってくることになります。で、この青と黄色のラインは何かっていうと冷却水です。これ水道水なんですけれども、青い方からやってきて黄色い方から出ていくということで、ちゃんと中に水がたまるように下から入って上から出ていくということになっています。で、注意しないといけないのはこういう黄色いパイプですね。これが生ぬるくなったり暖かくなるとちゃんと冷却されないということになるので、少し冷却水の量を増やしてあげないといけないということになります。で、もしも冷やし方が不十分だと、こういう煙突のところから、メタノールの蒸気がファーッとこう逃げていきますので、製品のロスにもつながりますし、それからメタノールは毒性もあるので危険でもあるということになりますので、冷却水の温度っていうのは十分注意していないといけないということになります。ここが、2階の説明になります。で、ここが、3階になります。それで、この蒸留棟のてっぺんの部分なんですけれども、ここに当たります。それで、ここが一番上の段になるわけです。それでこちらの方にも温度計がついてるんですけれども、ここの温度も測定できるようになっています。
で今水とメタノールっていうことで授業では行ってるんですけれども、メタノールほぼ 100% の蒸気がここに上がってくることになります。メタノールの沸点は64度です。なのでここの温度が64度になってほしいということです。あるいはそれに近いような温度になってほしい。あ、それよりも高い温度になっていると水が混じっているということになるわけです。つまり純度が落ちてくるということになります。それでこの時点ではまだ蒸気なんですけれども、ずっと上に上がっていきます。それで蒸気がこっちに入ってきて、これが等張コンデンサーになります。この図でいうと3番ですね。でこの中にはこれかなり大きいんですけれども、やはり冷却水が入っています。で蒸気を液体に変えます。なので凝縮栓熱っていうんですか、その栓熱を奪わないといけないので、たくさん水を流さないと冷えないということになります。つまり気体から液体に変えづらいということになります。なので先ほど見ていただいたものよりもかなり大きな冷却管がついています。でここで、蒸気が入ってきて、そして液体に変わって下から出てきます。そしてここにガラスのサイトグラスがついてますけれども、液体に戻ったメタノールあるいはメタノールを高濃度に含んだ液体がちょろちょろ流れるのが見えてきます。それでこちらの黒いやつが電磁弁になります。これで言いますと RXC って書いてあるやつですね。ここが電磁弁になります。でこの電磁弁が開きますと、まっすぐスーッと下に落ちて製品受け層の方に行くということになります。でこの電磁弁が閉じると、こちらの方ですね、貫流液って書いてある方向、左側の方向にずっと進んで下に行って、ここの流量計を通ってまた等張に戻っていくということになります。でこの貫流液があるので連続蒸留ができるということになります。それで、実習ではここを開けたり閉めたりして抜き取ったり貫流液を戻したりっていう形で、5秒開けて5秒閉じるっていうふうにして貫流比1っていう形で実習を行っています。で、この電磁弁じゃあどうやって開け閉めしてるんですかっていうことなんですけれども、1階のですね、一番下の管理板のところで何秒開けて何秒閉じるかっていうのを調節しています。それから貫流量ですね、こちらを流れていく貫流液の流量、これもここにバルブがついてるんですけれども、ここで調節するわけではないんですよ。どこで調節してるかっていうと、後で説明しますが、下で熱源の蒸気を多く流すと蒸発量が多くなって、そして貫流量も増えるということになります。そんなふうにして蒸留が行われています。なので、実際に蒸留している実習で蒸留するときは、この貫流量が100ミリリッターパーミニットになるように調節するんですが、それを調節するのは1階の蒸気のバルブを調節している人が開け閉めして調節するということになります。それでこの中にある棚20段あるって言いましたよね。なので下のバルブをちょっと開けたからって言ってすぐに貫流量が増えるわけじゃないです。かなり時間がかかって増えてきます。なのでまだ足りないまだ足りないって下の人に指示してどんどん開けていくとものすごいことになってしまうので、ゆっくり時間をかけてやっていかないといけないということになります。それでテキストにはこの正常に運転できるようになるまでどれぐらい時間がかかるかっていうと、6時間から8時間ぐらいかかるということが書かれています。っていうのはこれ断熱材巻いてますけれども、装置全体が温まってきたりとか、それから温度とか貫流量が安定するのにそれぐらい時間がかかるということになります。なのでそう簡単には止められないんですね。止めちゃうとまた同じことを繰り返さなきゃいけなくなるので、そういった意味で連続蒸留装置っていうのは
一度動かすと昼も夜も動かし続けて止められないという、そういったことがあります。